ヤッホー、ヤッホー、皆さんこんにちは。こんにちは。イエーイ。姉妹の時代ボル20。すごい、やりたい。この番組やってて続くのかって思ってたんですけど、短いは来ましたね。なんだか来ましたね。よかった。なんか食べてばっかりできる大丈夫とか、いろいろ反響をいただいておりますね。食べないからないですね。食べる、食べる日の番組なんでね。ということで、記念すべき20回はこちら。はい、じゃじゃじゃんじゃじゃん。はい、では萩の月が、萩の調べ法、はい、セット。イエーイ。こちらはですね、また送っていただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。これは姉妹の時代で、その食べてっていうことかなと。やったやった。嬉しいです、はい、ということで、まだ私たちもなんかもうこの状態でいただいたまま楽しみにこのね、今日を迎えておりま、今日撮影して開封しようと思ったから待ってたの。はい、萩の月、萩の調べ子を詰め合わせ、はい、9個入りとかで、ちょっとかわいい、うさちゃん。そう、めっちゃかわいいのこれ。そう、あのね、なんかね、袋に入ってたんだよね、最初ね。これ手提げの袋に入ってて、花椒サンド。これはここで買われたってことか、ね、多分そうじゃないですかね。すごいかわいらしいです。もらってキュンとする感じ。はい、はい、じゃあちょっと開けてみましょう。あ、ベン。まずじゃあこの後ろの白いところから。そう、このね、開け方でまた性格が出るんですよね。はい、どうぞ。いや、なんかね、それね、でも私本当はこんな綺麗に作ったわけじゃないんですけど、でもあれなんだよ、なんかさ、海外とかだと、海外だとプレゼント昔の写真開ける方がいい、ね、超ハッピーが伝わっていいよっていう説もあるし、ね、まあ、いろいろね。でも私はですね、ここまずこう剥がして、まず、まあ、開きゃいいんですけど、開きゃいいんですけど、ここの状態だったらもうそのまま割ともうストーンと開きませんか。行かないでしょ。行く、はい、ちょっとここはオープンしていただいて、そからですね、もう失礼します。結局開けるんですね。はい、もうはい、花椒三膳さんでございます。はい、はい、じゃあ行きますよ。やったですか。やった、オープン。おお、こんな感じでございます。おいしそう。すごいです。これはちなみに違うんだ、この萩の月、これめっちゃ有名な、有名なあのオリジナルカスタードクリームたっぷり使ったカステラで包んだ定番のやつですね。はいはいはい。でこの白いのが萩の調べ香っていうらしい。これ私初めてです今回。これはですね、ピュアなホワイトエッグを餅独自の製法でホワイトカスタードクリームを炊き上げて、餅じゃなくて餅いいじゃん、餅独自、餅いいじゃないですか、餅さん、餅さん、餅さんが作ったんです。本当ですか、それ。嘘言ってませんか。食べましょうで、ね、はい、ということで、仙台の、仙台メーカーですね、萩の月はね。仙台、そうそう、仙台先のないの、仙台、違う、うん、なんかちょっとおかしくなっちゃってて、はい、はい、じゃあ、どれからいきますか。まず、でも調べ方みたいな、まずじゃあ、定番の萩の月からまずいただきますか。いきますか、いきましょう。2個、あ、じゃあ、半分個ずつしようよ。半分個。うわー、この懐かしい。でも萩の月ってさ、どう食べたね。でもさ、食べたことはみんな多分一度はあるよね。これです。さ、これ一個がさ、この箱に入ってるっていう、なんか高級感よね。またこの箱が可愛いんだよね。可愛いよね。取っておきたい感じの可愛さ。ちょっとオープンしまして、こうやって見ると暑いでしょ。ちょっとエアコン入れてんのよ。もう10月なのにね。そう、10月にね、冷房入れるってそんな感じ。はい、どうぞ。はい、いただきます。はいはい、はい、うわー、あ、もう大好き。これ私カスタード大好き。いただきます。うん、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 う
これ懐かしい味だ。このハギが作って本当美味しいよね。美味しい。なんかさ、しっとりしたこのビールとか、うん、でさ、柔らかすぎないカスタードなんだよね、うん、これが、うん、ね、意外とちゃんとちゃんとしてるんだよね。これはもう、これは本当に美味しい。まあ皆さんもご存知だと思いますね。うん、あ、ちなみに萩の月港、うん、は調べ港ね、調べ港、うん、はグランスタ東京店限定なんだ。あ、そうなの。グランスタ東京店っていうところでしかこの萩の調べ港は買えないみたい。本当？これ本当だ。なので東京で買って送ってくださったんですね。はね、多少3000グランスタ東京店開店記念のスペシャルセットなんだ。あ、だから歌唱書いてあるんで、あ、歌唱3000グランスタ東京店開店記念。 あ、そうですか。なるほど、あ、今は分かりました。あれかな、じゃあもし東京はちょっと遠くて行けないのとかっていう方はネットで買えたりするのかな、かな、買ったらいい ね、すごいです。そうなんだ、ね、めっちゃ美味しい。そして、この限定という、はい、ハギの調べ方いきますか。本当だ、多少3000って書いてるね、うん、袋にちょっと大きさが少し小さめですか、こっちの。これは開けてみたら分かった。でも、お、あ、そうかも、ちょっと小さめかな。でも可愛い、うさちゃんが書いてるよ。書いてますね。これ1個食べますか。食べましょうか。食べ過ぎですか。食べましょう。あのね、今日ね、妊婦健診だったのね。うん、で妊娠後期っての入ったんだけどさ、なんて、あの問題なしって言われたから、うん、だから甘いものも食べてますかみたいな感じで、私今日もこの作戦に備えてまた朝ごはんとかも抜いてるんですね。焼き肉食べちゃったからね。そうなんですよ。こういう感じ、はい、お、かわいい。このはぐれ物がまたきれい。なんかこうおまんじゅうみたいな感じもちょっと全然持った感じ違う。ふわふわしてる。いや、ちょっと硬い。ほんと、あ、そうね、こっちのはぎの方より硬くそうかもしれない。では、はい、ちょっと一回割ってみようかな。やってみましょう。ドド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 ドン。おお、こんな感じ。いいね。では、あれはですね、ホワイトカスタードクリームですね。なるほど。じゃあ萩の月とカスタードクリームっていう意味では一緒だけども、ホワイトっていうのが違う。色も確かに萩の月のクリームよりちょっと白っぽいですね、うん、そうね。では、はい、いただきます。うん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 、萩の月とやっぱ似てるんだけど、やっぱ萩の月なんだけど、でも製法も同じだと思います。だからこの生地の感じとかは似てるよ。でもクリームがホワイトチョコみたいなのが混ざってるのかな。ちょびっと固めのでちょっと甘めです、萩の月。うん、何て言うんだろう、ホワイトチョコのミルクチョコとホワイトチョコの違いだよね。でも、うん、全部味の付きだ、おいしい、うんうん、そしてこれちっちゃいから全然1個食べれるよ、うん、ペロッチだよ、ね、ホワイトエッグって書いてるから、しかもホワイトエッグだね、ただのピュアなホワイトエッグ。そこさっき気になったんだけど、ピュアなっていうのは純粋なとかですか、うんうん、どういう意味ですか。じゃあ普通のホワイトエッグではないんだよね。だからもう本当にもうちっちゃい時から大切に大切に育てた遺産の箱入り娘ってことは、それは秋みたいなこと、ほぼニアリーコール秋えーって声聞こえた、大丈夫はい、って結構めっちゃ聞こえてきたいや、美味しい。今のホワイトエッグ、ピュアカップです。ピュアは、うわ、
コーヒーとるみたい。あ、それはいいね。うちの紅茶、紅茶も綺麗だな。うん、似合い。美味しいでございます。本当に。そういえばあさりの月は、これ仙台のお菓子なんですけど、私たち札幌にいた頃、うん、札幌にもおはぎの月の店舗があって、あの私たちの学校の近くとかにあったよね。覚えてる？覚えてない？全然覚えてない。本当？うん、私札幌にいる頃も食べてたから、当時学生の時は私これ北海道のお菓子かなと思ったぐらい、もう馴染み深い。そう、まあ皆さんきっとそうですよね。大丈夫よね。食べたことみんなあるもんね。美味しい、本当に。すごい幸せな気持ちになるセットでした。はい、はい、ということでこの花椒さんで、はい、フランスと東京で、ね、うん、開店記念のスペシャルセットなので、うんうん、オンラインショップで買えるんでしょうかね。あのー、あ、でも花椒さんで、花椒さんで今花椒さんでのホームページを見てるっていうのがあるんですけど、どうなんだろうか、オープン記念なのかな。そうなんだろうね。1979年の9月から発売しているっていうことなので、もう私たちより年上先輩ですから、もう萩の月先輩です。先輩らしくって感じですね。しくって感じです。これだけ、このこっちだけとかは売ってないからね。このセットでは売ってるかもしれないけど、ね、うんうん、この萩の調べ校だけとか、めちゃくちゃ可愛いので喜ばれると思います、はい、女性とかも大好き。もうカスタードクリーム気になる人いないでしょ。はい、違います。はい、ということで皆さんも食べてみてはいかがでしょうか、はい、ということで、はい、おかげさまで20回迎えまして、はい、また懲りずに引き続きやっていこうと、30、40、50とねやっていこうと思っておりますので、食べていきます。はい、引き続きこんなの食べてみたらとかね、いろいろ教えてください。はい、はい、待ってます。待ってます。ということで今日もありがとうございました。ありがとう。またね。バイバイ。イエイ。なんかこれ恥ずかしいのこれそこ思い切ってやっちゃって。